はい、レオンチャンネルです。キングオージャー本編でギラが登場のもと、14体合体のエクストリームキングオージャーが登場しましたので、デラックス版のおもちゃの方でも再現いきましょう。っていうか、エクストリームキングオージャー自体は先週、ジェラミーが雲の糸を使って強引な合体で、すでに登場済みでしたが、明らかにギラがパイロットの方が動きが自然でしたね。で、エクストリームは14体合体ってことで、すでにレジェンドキングオージャーで13体合体ですから、単純にタランチュラナイトが合体する すれば出来上がりなんだけどキングオ者ジャ関連でいうとレジェンドキングオ者ジャがかっこよすぎて捨て足す必要があるかとは思うけどあと本編の活躍とかサンプル画像を見るとひっくり返って。 タラランチュナイトが合体してるだけっぽいので実際のところかっこいいかどうかっていうのが楽しみでまず合体準備としてはキングオージャー側をレジェンドキングオージャーにしていや,やっぱかっこいいっすよねあと自律安定性がなかなかにいいキングオージャー側としては武器をごっそり外してあげてその際にトンボの背中も一緒に要はこの2パーツを外す感じねさらに キングオージャー側のの頭部の角パーツを向これで合体準備 OK で。てか僕も初めて合体させるから楽しみなんだけどもうやっぱねこのままガチャっとここのジョイントを使って連結させて終わりっぽい。まずタランチュラナイトのバイザーを前に倒して顔を格納。そして武装パーツを外して。 王冠を取り外すそしてこの向きから横の足をまっすぐにした上でここを放大部分を目いっぱい曲げるとこっからレーザーバンバン出してましたねそしてゴッドタランチュラ状態の同じようにここを詰め戻してあげて さらに、サブアーム、まっすぐにして、ここを、まっすぐ。で、X みたいな状態に、しつつ、全部グレーが、今、白が外側に来てるじゃん。ここが、全部、グレーが外側に来るように、半回転。こう。これで全部爪が内側になりますので、あとはこの部分に、 武器を、要は拳に持たせる感じね。持たせたら爪を戻す。なので爪のここのロックは完全にかからない感じですね。これでタランチュラ側も合体準備完了なんだけど、じゃあ外した、このね、トンボパーツと連結してるトンボパピオンアントをどうするかっていうと、これね、この部分にレーンがあって、ここにはめるんだって、こういう風に。 ああ、本当に綺麗にはまった。そして、もう先に、王冠を、角を畳たたんだ状態から、はめてあげると綺麗にはまりますので、ここね、引っ張ると取れますし、押し込むと、カチッと、ほら、ロックします。王冠の位置バッチリあと最後は、ここのトンボが、はまってたところに、ごそっと、え、待って、ゴリゴリに干渉するんだけど、 タランチュラナイトを上から、ここをね、この部分にはめてあげれば、完成エクストリームキングオ者ジャですちょっ 無理があるのでははい、一応14体があったらいけましたというか、もう単純に、レジェンドキングオージャープラスタランチュラナイトなんだけど、いや、今ね、はい、完成のところまでちょっと数分時間かかったんだけど、正直立たせるのもまあまあ大変。レジェンドキングオージャーはさ、全然自律バランス良くって、全くポロリもないんだけど、今回はね、ポロリないというか、やっぱ色々干渉するところがあって、 これは、なかなかの癖のある合体ですね。まあ、でも、タランチュラないと背負って終わりじゃん。意外となってないかな。この王冠のおかげかな。なんかでもさ、この合体は、五星じゃ思い出すな。追加パーツが逆さまになって合体みたいな。データストの合体ね。なので今、現状、この足2本プラス、キャノンの先端側のここの3点で立ってる感じなんだけど、でも黄金の王冠も最新まで登場して、やっぱりギラーが乗って、 てこその状態のようにも思えますねはいいろんな角度から見るとまずスコーピオンとか変わってないんですよでここ横すごくないで、背面ほらわかるこれタランチュラナイトがひっくり返ってこっちが頭部っとか胸部分ね背中の部分で連結されてるんだけど一応ここの部分がしっかりジョイントでハマってますので 連結自体は問題なし。ただ、武器を内側にして重心を整えてるんだけど、正直ここまでしないと、自立バランスはね、すごい、後ろにやっぱ、ひっくり返っちゃいそうになる。で、背面は、トンボとパピオンが、ジェラミーに合体してる感じで、で、サブアームが、こう、X 字みたいな、背面になってるのは、本編通りだね。 これ結構気を使うなで、反対側。やっぱレジェンドキングゃージーそう思うと偉大だったな。まあでもコツさえつかめば意外といけるのか。でもこっから、なんか分度と遊びとかやって、またドンって置いた時に自立させるのが、まあ再度自立させるのが結構大変かも。レジェンドキングゃそんなこと全然なかったんだけどね。ヘッド部分に王冠が追加されたことで、まあここね、めちゃくちゃかっこよくなってますし、レーザーあーこれがリアル いや、動かせないよ、これ、まあ。レーザー砲がね、こうやって追加されたことで、本編通りの重厚な重火器武装がしっかりと表現されてると。で、本編だとこっから、キャノン攻撃やってたけど、そもそもね、この辺のパーツがゴリゴリにすでに干渉してるので、正直動かすことは、できなくもないけど一旦武器外して、え、どうする必殺状態の フルバースト。もうこの辺干渉しまくってるもんね。えー、でもなんとかいけるのか。キャノンを持ってきて、前に持ってきて、サブアーム前に持ってきて、ここをつまんで、フルバースト状態を表現したいんだけど、アームの長さが、ここ根元、前に行かないし、アームの長さが足りないんで、本編だとこの辺までアームが伸びてて、ここつまんで、必殺攻撃みたいな感じなんだけど、 それは再現できないんだ。逆にジェラミーがやってた、後ろへの、これ全部ロールして、あ、後ろつまみならいけるっぽいな。こうして、こうして、ロールして、こうして。この必殺攻撃なら、こう乗せればいいか。いけるね。 はい。ジェラミー乗ってる状態の背面必殺攻撃はちゃんとアームを使って再現することできます。これを前に持ってくることは残念ながらできないので、ギラーの超必殺状態の表現は再現不可と。でもね、一個一個のパーツが結構ギリギリのところでバランス取れてるので、これはなかなかに厳しいかな。これ武器とか、あれか。水平にすればまだいいのか。 X じゃなくてここ水平にすればまだ武器と干渉せずにでもほらもうだいぶさ前に前のめりになっちゃってるからさあこうなるうすげえ遊びづらいまあリアルなキングオージャーデラックスガンクの状況が伝わればうわこれはねあーもうやばいやばいほらもう,こうブラもうブランブランかなり僕キングオージャー遊んでるんで立たせ方とかは熟知してるはずなんだけどあーストレス まだウェポン合体してないから、ウェポンでフルバースト状態とか、やりたいけど、やった瞬間にパラパラパラって、結構一個一個のパーツを気をつけながらもう一回、サイド合体。やっぱ、キャノンの先を使って、3点立ち。忘せだくなんだけど。ああ<ー> <laughs> 無理です。こうなるこうなる ま、これがエクストリームキングオージャのリアルなので、僕はこの合体、ま、合体自体は意外と、タランチュラが背面にはまって終わりだなーで終わってないところ、ちゃんとかっこよくなってる感はありますけど、前後バランスとかはね、もうぐちゃぐちゃになってますので、僕は正直この状態で遊ばないかなって感じかな。ま、タランチュラないと、レジェンドキングオージャ別々に、僕だったら遊ぶかなもうちょっとバランスよく、てか後ろがね、カチャッと、剣が地面について安定感抜群とか、そういうのが欲しかったところで はありますね以上エクストリームキングオージャーを初めて合体してみたあの動画でした。